ミュンヘンのドイツ博物館に展示されているブルーストリークブルーストリークミサイルは1955年に設計されたイギリスの中距離弾道ミサイル。1965年に退役が予定されていたサンボルトボマーの代替兵器として1955年に開発が開始されたが弾道ミサイルとしてのプログラムは1960年に中止された。しかし、 オーストラリア政府及び開発担当企業へのキャンセル料の支払いを避けるため欧州ロケット開発機構の人工衛星打ち上げようヨーロッパロケットの第一弾目として使用された。発射試験はオーストラリアのウメラ試験場で実施された。ヨーロッパロケット計画は最終的に1972年に中止された。第二次世界大戦後のイギリスの核兵器は 当初サンボルトボマーが搭載する自由落下爆弾によるものだった。しかし、イギリスが信頼できる威嚇手段を保持するには弾道ミサイルが不可欠であることが明らかになった。また、イギリスが世界的な大国であり続けるために独自の抑止力を有するという政治的必要性もあった。1946年の原子力協定による制限のため、 アメリカから兵器を購入することはできなかった。1954年4月、アメリカはイギリスの弾道ミサイルの共同開発を提案した。アメリカは射程距離 9300km の大陸間弾道ミサイルを開発し、イギリスはアメリカの支援を受けて射程 3700km の中距離弾道ミサイルを開発する。この提案は 1954年8月のウィルソン・サンディス合意の一部として受け入れられた。この開発計画が決定されたのはアメリカからミサイルの設計と開発を学ぶことができるためであった。ブースターに対する最初の要求仕様はロケット設計に関するロケット推進研究所からのインプットも含めて王立航空研究所から出された。この要求仕様は OR-1139 とされ、最短 2780km の射程距離が求められたが、最初に提案されたロケットは、ギリギリこの要求を満たすものであった。デハビランド社が、ミサイル製造契約に成功した。ロケットエンジンは、ロールスロイス社が開発した、r z に液体燃料ロケットの予定であったが、これは、ロケットダイン社の S3D の強化版であった。 RZ2 には、水力6 2 1 0 0ラムと6 8 0 0 0キログラムの2つのバージョンがあったが、後者は3段ロケットとして人工衛星を打ち上げることを目的としたものであった。当時としては珍しく、このエンジンは水力変更機能を有していた。打ち上げ後に、ロケットの重量は急速に減っていくのに対し、推力はほとんど変わらないので、推力変更による、 誘導機能はオートパイロットに非常な負担をかけるものであった。また振動、特にエンジンを切った時の振動もまた問題であった。後にブルーストリークは衛星打ち上げ用に使われたがオートパイロット機能の開発自体が大きな業績であった。サブコントラクターにはスペリージャイロスコープ車が含まれ誘導装置を担当した。担当は 各兵器研究機関が設計した。1955年初めに、イギリスオークラ賞に提出された仮見積もりでは、開発費は5000万ポンドとされていたが、1959年後半には3億ポンドへと増加したため、プロジェクトに対する懸念が生じた。また、アメリカやソ連に比べると、イギリスの開発スピードは這うように遅いとの抽象も、あった。 総費用は5億5000万ポンドから13億ポンドに達すると見られた。政府内では計画を続けるか中止するかの議論が1958年から続けられてきたが結局1960年に計画は中止された。ミサイルは液体酸素とケロシンを燃料としていた。最大積載量での打ち上げには20トン以上の ケロシンと60トンの液体酸素が必要であった。氷の付着を防ぐために、燃料は発射直前に注入する必要があったが、これが問題とされた。燃料の注入には4.5分が必要であり、速応性が大きく損なわれた。ミサイルは奇襲攻撃に対して脆弱であったが、当時の状況では、十分起こり得ることであった。この問題に対処するために、 デハビランドは待機機能を付け加えた。ミサイルは10時間の間、命令から30秒後に発射できる体制を維持する。2機のミサイルをペアで使用し、10時間交代で待機状態にすることにより、いずれかが常に30秒で発射できるようにされた。燃料注入中の奇襲攻撃からミサイルを守るため、発射設備を地下サイロとする案が出された。 サイロは1メガトンの核爆弾が800メートル以内で爆発した場合でもそれに耐えられるように設計された。これはイギリスの発明であり、直ちに米国でも採用された。サイロ建設に適しているのは岩石からなる地層で、これはイングランド南部に多く見られたが、郊外に地下サイロを多数建設することは経済的、社会的、 政治的な問題を引き起こした。結局、イギリス国内でこのようなサイロを建設する場所を探すことは著しく困難であり、イングランド北部カンブリア州のスパディーダム空軍基地に一基が建設されただけであった。また、ここでは RZ にロケットエンジンとブルーストリーク本体の地上試験も実施された。イギリスにはミサイルの飛行試験を行える場所がなかったため、 飛行試験は南オーストラリアのウメラ試験場で行われた。英国政府はプロジェクト予算の拡大には反対であり、第一撃に対して脆弱であることを表向きの理由としてブルース・トリークミサイルはキャンセルされた。海軍減水マウントバッテン白尺は海軍が核武装することにより奇襲攻撃に対応できるとして、このプロジェクトを中止するよう強く働きかけた。 イギリス政府は、米英共同開発のスカイボルト空中発射弾道ミサイルに望みをかけたが、これも開発が中止された。イギリスは結局、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルをアメリカから購入し、自国製のレゾリューション急原子力潜水艦に搭載することとした。ウーメラ村内のウーメラヤークラフトミサイルパークに屋外展示されているブルーストリークの残骸。 軍事用のプログラムが中止された後も、それまでにブルーストリークに費やした、莫大な費用を惜しむ声があり、ブルーストリークを、ブラックプリンスの名前で、イギリスの人工衛星打ち上げ用ロケットの第1弾として、転用する計画が持ち上がった。第2弾目には、ブラックナイトロケットからの派生品が、軌道投入弾には、小型の加酸化水素、ケロシンロケットが予定されていた。 しかし、イギリス単独のこの計画も費用がかかりすぎることが判明したため、費用を低減しながら、ブルース・トリークを有効利用するため、また米ソの熾烈な宇宙開発競争に対抗するために、イギリスが中心となって1964年に欧州ロケット開発機構が設立された。エルドのヨーロッパロケット計画では、ブルース・トリークを第一弾目として使用するのは、 変わらなかったが、二段目と三段目には、フランスとドイツのロケットが使用されることとなり、それぞれが分担金を支払うことになった。ヨーロッパロケットの開発では、1964年から1970年まで、同梅ラ試験場で、飛行試験が行われ、9号機まで打ち上げられた。ブルーストリーク単独やダミーの上段と組み合わせた5号機までの、 飛行試験はいずれも成功であったが、6号機以降、フランスとドイツの上段ロケットやイタリアのフェアリングを組み込んだところ、すべての打ち上げに失敗した。1971年10号機の打ち上げは、フランス領ギニアのクールで実施され、これも打ち上げ失敗に終わった。結局最終的には、プロジェクトは中止され、これがブルーストリークの最後でもあった。そして、 このプログラムの失敗を教訓にしてエルドに代わって1975年に欧州宇宙機関が発足した。ありがとうございます。